軍曹です。ということで今回はね、もう恒例行事になってきました6月のベッド周りの装飾品を作っていこうと思います。はい、ということでですね、10個のドーナツのドーナツがアマゾンでね、こんな感じで売ってるんですけど、1種類しかないんですよ。でちょっとねつまんないかなと思ったんで、まずはこのドーナツをちょっとね、激しく変えていこうと思います。激しくというか、ちょっとカラフルはやっぱりね、赤の者たちには響くっていうようなコメントを前回いただいたので、ちょっととりあえずカラフルにしていこうかなということで、なんかこの紐もアマゾンで買ったんですけど、はい、なんかだんだんグラデで染まってるので、なんか面白いやつですよね。これをなんかちまちま切ってってグルガンでね、もちろん私グルガン持ってるのでグルガンで使っていくんですけど、こんな感じでつけていくことにより、なんかよくさドーナツに乗ってんじゃんこやつ、チョコスプレーっていうのかなっていうのをイメージして、ちょっとね、よりスイートなドーナツちゃんにしていこうじゃないかという、そういうコーナーが始まりました。なんかね、ビーズとかでもいいかなと思ったんだけど、なんかビーズとかね、まあそんなにすごい触る状況ではないと思うんだけど、ちょっと結構大変だしっていうことだったんですけど、これだったらね、非常に簡単にね、つけられるのでいいかなと思います。こんな感じで、一応なんかちょっと女の子っぽい感じのドーナツちゃんにしたかったので、はい、可愛くできたんじゃないかなと思います。チョコスプレーバージョンドーナツちゃん。で、もう一人はですね、やっぱり夏が近づいてくるということで、レゲエの要素もね、入れていったらいいんじゃないかなって思ったんですよね。なので、ちょっとそのドレッドヘア的な、ボブマーリー的なイメージでやっていこうと思います。まあなんかこういうのってさ、なんかすごいカラーの配分というか、乗せるのってすごい、何センス求められるようなね、めっちゃ難しいなと思ったんだけど、私はそういうの本当にないので、適当にやっていってます。まあ、ちょっとボブマリっぽく仕上がれば何でもいいかなと思ったので、まあなんか適当に切ってグルーガンでつけてって感じなんですけど、なんかね、グルーガンってどう使うのが上手にできるんでしょうね。私すごい爪と指にね、たくさんグルがねくっついてきちゃって、なかなかね綺麗にやるの大変だったんですけど、まあでもね、仕上がり的にははい、こんな感じで、どうですか？すごい夏の要素が出てきて、非常にね、赤の者たちも喜びそうなね、仕上がりになったんじゃないかなと思います。で、もう一個次パーツ作ってきますね。これなんかあれ、ヘアゴムのカプセルで、中になんか好きなこういうビーズとか入れて、シャカシャカ鳴らせるようにね、したらいいんじゃないかなと思って買ったやつですね。で、なんか穴に紐をこんな感じで通して結んで、でビーズ入れてくよっていう感じになったんですけど、これねビーズ入れてみます。はい。ね、ゴムが細くて穴からビーズが出てきてしまうというね、初歩的なミスにここで気づきます。はい、大変ですね。これどうしましょうということでね、まあ私のお得意のグルーガンで穴を埋めましょうということで、応急処置みたいな感じですが、まあまあ意外とうまく固まって線ができたので大丈夫でした。こういうあれだね、穴が開いてるヘアカプセルで作るときは、穴より大きいビーズを入れるか、もしくはもうギチギチのヘアゴムの太さで通さないとダメっていうことが勉強になりました。で、こちらもね、前回のコメントでいただいた赤子はキラキラが好きというところから、何オーロラの何背景の誕生日会とかで使うの、これ誰がいつ使うのよくわかんないんですけど、パーティーものなのかな。それをちょっと1本この細くなってるところを割いてですね、それを4個つけました。で、ゴムのやつを4つ、ひらひらについてるカプセルを4つっていう感じで準備した。地味にね、こういうの時間かかったんですけども、はい、いい感じ。で、グルーガンでこっちも線をして、ビーズが出ないようにして、中の入れるビーズはなんか適当だけど、ピンクっぽいのとかブルーっぽいのとか、いろいろね、カラフルにしてみました。で、一応グルーガンでこうやってから止めることによって、まあ絶対に出てこないよと、まあ誤飲したりすると危ないですからね、お子たちはね、あいつら本当何するかわからないんで、しっかりくっつけていきますね。で、これなんですけど、いろいろ考えたんだけど、吊り下げる時にね、いいんじゃないかなと思って、これ何かというとフードカバーなんですよ。ご飯のかやっていうの
虫とかそういうのがつかないようにさ、ご飯の上にこういうのやってたでしょ、昭和のお宅は。私もよくわかんないけど、そういうのにこうやってつけてて、ぶら下げたらちょうどいいんじゃないかということで、はい、やっていってます。でこれをなんか適当な長さに切って、中にこれ傘みたいに骨が4本あるんで、そこのところにね沿ってねつけてってますね。なんかもうそもそも最初から両面テープがついてるので、非常になんていうんですかね、設置が楽でありがたいアイテムだなぁなんて思いました。オーロラのねカラーをこんな感じで、まあ3箇所ずつつけていくのかな、対角線でこうつけていく感じでやっていってみました。なんかこの感じだとねクラゲっぽさもあるんですけど、はい、そんな感じで、私このオーロラのねタイプのすごい好きですね。キラキラしてて可愛いね。でなんか雨要素を入れたかったので、今回は客側はこのねブルーの感じで雨を表現していってみました。なんか全部同じでちょっと色味的につまんないかなと思ったんで、なるべく色味をねたくさん入れて作りたかったので、こんな感じにしてみましたね。はい、まあ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 いいんじゃないでしょうか。バランスを見ながらくる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 やってって、はい、仕上がりました。まあこれがまあベースだね。はい、ベースが仕上がりました。でこれまだまだ続くんだけど、さっきねこのパーツも作ったじゃないですか。はい、このピラピラの先端にヘアゴムのシャカシャカがついてるんですけど、こんな感じでアジサイの花びらをねアマゾンで買ったの、これも。これを通していくことにより、はい、またね私の画が出てしまいました。赤の者たちはねこの花に興味がないよというコメントを着ていたにもかかわらず、あえてこう季節を私の画を入れていくという、そういう作品です。今月は雨とアジサイとボブ周り、そういうテーマで今月はやらせていただいてます。でなんか6種類ね色が入ってたので、こんな感じでピッピッピッって通していくんですけど、意外となんか特になんか器具使わなくても通しやすかったですね。はい、でもう一個紐にもつけてたじゃないですか。紐の方は今度は雨をイメージさせていくために、なんか涙型っていうの、雫型になってる青いビーズ的なのを、これまたアマゾンで入手いたしまして、これをひたすら通していきます。さっきの花びらのやつを4本、雨のやつを4本作っていきます。結構これが幅がキチキチだったので、結構通していくの大変でした。はい、こんな感じでですね、花びらの先についてるよ、雨の先にカシャカシャがついてるよっていうやつを4本ずつ準備したんですけど、それをね、骨の部分にまずはつけていきます。この花びらの方もね、どうです、なんかちょっと一気にこれ加わることにより、なんか華やかさとね、そういうのが演出できたんじゃないかななんて思うんですけど、やっぱりただキラキラだけだとつまんないなと思ったんで、はい。でこちらの方はですね、このフードカバーメッシュみたいになってるので、そこにね通せんの、だからいくらでも通せんの、好きなところに。なのでこんな感じで吊るさげていきますね。これで雨とアジサイの要素は来ましたね。うん、でただ通しただけだとなんかこんな感じで仕上がってるけど、なんかこれあんま雨っぽくないので、ちょっとこういうとこ地味にこだわっちゃうのがなんか性格なんですけど、これをなんか等間隔にグルーガンで止めて、こう雫みたいな、今雨降ってますよっていう感じを演出したくて、こんな感じでやりました。右がビフォーで、グルガン下とか左側ですね。なんか雨粒っぽくなったでしょ。はい、そしたらもうここら辺すごい性格出ちゃってるんですけど、まあさすがにこれ長いんですよ、すごい。で長すぎるとちょっと邪魔なので、こんな感じでざっくり切っていきますね。すごい性格出てるんだけど、もっと綺麗にね切り終わっただろうっていうことなんですけど、もうね大体この段階になるともう疲れてますね。韓国ドラマを見ながらやってたんですけど、かなり疲れてきてる状況ですね、こちらですね。はい、でまあなんか多少は紐の長さとかを調節できるようにしてあるので、なんか病室ついて短すぎる長すぎるがあれば、なんかそこで結んだりまた切ったりすればいいかなということで、運びやすくするためにちょっとざっくり今切ってます。でこの大事なポイントね、下側に潜り込んで、見上げた時にどうかっていうチェックを今してますね。見上げチェック、
ここにボブ周りの要素が入ってきてですね、はい、非常にいい感じになりますね。やっぱり丸いものとかキャラものが好きだろうなということなので、まああのね、花で私のエゴを出させていただいたので、ここは、キャラの力を借りてお子が好きそうなドーナツね、あのカラフルなドーナツちゃんを突っ込んでみました。で真ん中にこんな感じでね、サンキャッチャーがこれもアマゾンで出るので、なんかライト当たったりした時にちょっとキラキラしたりしたら楽しいかなと思って、ちょっとライト当たる位置にね、置けるかどうかっていうのは分かんないけど、なんかちょっと風鈴っぽい音もするのでいいかなと思って、真ん中にサンキャッチャーをぶら下げてみました。一応ねこれで6月のやつは完成です。あ、可愛いですね、やっぱりこの DIY したドーナツ。あといろんなね種類があればいいんだけど、ドーナツ全部同じカラーしかなかったのでね、はい、こんな感じです。いいじゃないですか、キラキラしててゆらゆらしてて丸があってシャカシャカして、これはもうあの一般的に赤のものが好きなものが全て詰め込まれていると言っても過言ではない創作物にはなってると思うんですけどね。どうだろうか、これはねさすがに喜びそう。ただね、真下から見上げるとちょっとなんか殺風景な感じがするので、横から見る感じと下から見上げる感じのちょっとね感覚は違うので、ここは反省点かなっていう感じですね。真下になるように置かない方がもはやいいのかもしれないかななんて思いましたね。こうやって手でバンバンして楽しんでください。はい、ということでですね、披露していきたいと思います。じゃーん、ということで、はい、てみるとなんと赤のものの食いつきが尋常ではない。なんかあのね、特にこの青とかオーロラのこのひらひらはすごい面白いらしくて、まあね、すごいずっと見ててくれましたね。いつもタブレットつけてるとなんか全然チラッとこっち見てすぐタブレットにね目線が戻ってしまうのですが、ずっと追っかけて見てたのでね、やっぱり結構好きみたいですね。はい、で藤の時みたいにね、あの頭のとこにあるスマホスタンドにつけようかなと思ったんだけど、ちょっと距離が足んなくて見えにくいかなっていうことだったので、この天敵天井から下がってるやつで使ってないやつがあったんで、そこにねぶら下げるようにしようかなと思いますね。ボブマーリーちゃんのねドーナツもすごい気に入っていたので、ベイビーバスの画面をつけながらも YouTube でボブマーリーを流す、1歳のお子にレゲエの英才教育っていうのをね、先日やってきました。ボブ周りね、いい曲なのよ。なんかこれから夏来るよっていうテンション上げていくのにいいので、皆さんにもおすすめしたいです。これちょっと下から見上げるバージョンなんだけど、真下じゃなくてちょっと何足元寄りのところにぶら下げたので、結構なんかこういう感じに見るとなんかスッカスカに見えないからちょうどいいかなーなんて思います。ね、こんな感じで動いてみたりするんですけど全く笑えません全く笑えません。なんかひらひらね喜んでくれたんだけどね、スッとした顔でこちらを見ていました、やはり。はい、でファンもねあったので、ファンで風をね当ててあげましたら非常にゆらゆらしていて、あのよろしいというような、そのようなね反応はいただきました。うん、そんな感じですかね。まあなのでリベンジは果たされたのではないかないかなと思ってます。まあでもちょっとねいろいろ課題もあったし、来月7月はさ何をテーマにしようかなって思ってるんだけど、ちょっとさこの展示方法も加味して考えなきゃいけないのでね、またいろいろ作っていきたいと思います。というわけで今月は雨と紫陽花とボブマーリーでした。